また寒いですよ、やっぱりずっといると。そうですね、冷え込みますよね、そういうとね。お、なった。これピカイチ気持ちいいですよ。ピカイチ、本当にピカイチ。はい、こんにちは。こんにちは。どうも久しぶりです。久しぶりですね。はい。1ヶ月ぶりで。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。こちらこそ。すごい寒いですね。寒いっすね。なんかまた氷点下になるとかね。なんかね、雪また降るっていうね、予報ですけど。やばいっすね。来る途中、アイスバーンありましたね、氷が。足腰とかね。来ます来ます来ます。来ますよね。ここ縮こまっちゃう。そう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 、姿勢悪くなったり、ちょっと気をつけて歩くので。今日バリバリっすよ、また。今日また肩首が。肩首はやばいですね。はい。で、腰も。はい。あの前ほどじゃないですけど、やっぱりちょっとなんかおかしくなりかけてる節が、なるほど、ちょっとありますので、ちょっと違和感とかですかね。はい、はい、まあ、どうすると痛いとか、どうすると気になるっていうのありますか、姿勢で。そうですね、まあ、普段座ってる分にはいいんですけど、やっぱこっちひねるのとこっちひねると全然あの可動域が違う、あ、左右で違う、歪みがある状態ですね、おそらくね。はい、痛みがあるのはやっぱりもう左の首、左の首が痛い、肩首が痛いというかもう張ってて、なんかちょっと顔もこわばってる感じが。あ、なるほどなるほど。なんかあれですかね、やっぱこう縮こまってるとなるかもしれない。まあそうですね、肩が上がって肩首凝るっていうのはありますね、寒さで。ちょっと貧乏さくこうなってるかもしれないですね。細いですしね、冷えやすいがあるかもしれないですね。ちょっと悪い部分出ちゃいましたね。首が長い方とか、ちょっとやっぱ痩せ型の方って肩こりしやすいっていうのはありますね。出てる面積が広い、うん、そうだと思います。冷えやすいですね。冷えやるがあるったり、多分なんだろう、ちょっと前に出たりした時とかのこう張り方が強くなるのかな。うん、困りました。よろしくお願いします。今日も基本の60分で、はい、よろしくお願いします。はい、何もないと釣っちゃうんですよね。あ、そうなんですね。それかなりですね。なんか右が釣りやすいんですよ、昔からな。昔っていうか、昔から、はい、昔っていうか前、うん、結構前から。はあ、はあ、はあ。多分なんか癖あるんでしょうね。そうですね。その釣る癖が。何昔は。まあでも釣るってことは冷えてるとか、なんか神経が過敏になってるっていうことが。ああ、あるので。あ、ごめんなさい、あったか、あったか北海道張ってるですね。あ、なるほど、ちょっと硬いなと思います。そうだ、取りましょうか。あ、でもいいですよ、大丈夫だと思います。はい、仙骨やっぱ張っとかないと。なるほど、私もつけてます、今。なんだろう、なんか、そうですね、右の方が上がってますね。あ、やっぱり高いですね、右の方が位置が。まあ、ここで揃えてみても、右の方がそうですね。わかりました。短いですもんね。ああ。痛みますか。ちょっと左が痛みましたね。あ、左。ね。その辺が、はいはいはい。どっちもちょっとなんか良くない感が。そうですね。うん。あ、でも左の方がちょっと凝りが強いですね。ここですよね。うん、そうですね。右より左の方がなんかゴリゴリしてますね。でも右も右でなんか張ってる感というか、無事じゃない、無事ではないですね。なんかしらありますね、これ。そうですね。ちょっと痛いですかね、押すと。両方痛いですかね。そうですね、それなりに。あー、そうですね。結構ですね。鎖骨神経痛の怪我あると見ますね、そうなると。今の時点ではそういう感じは出ることは、痺れとかそういうなんかないですね。はい、派手に痛いとかはないです。右足がつっちゃう、伸ばすとつるっていう足首を。ね、はい、あとなんか、はい、あの親指、足の指をこう掴まれてリフレされるとつるっていう傾向が。ああ、マジっすか。でも、あれですね、割ともう、なんだろう。割とそういうよくあるシチュエーションというか、こうなったらこうっていう、こうだったらつるがもうあるんですよね。ありますあります、あります。あ、かしめますね、寒いから。ああ、大丈夫。肩はどうですか、これ痛くないですか。ああ、痛いというよりはちょっと気持ちいい感じ。気持ちいい感じ。首見ますね。ああ、なんか。ゴリゴリしてます、ね、右も左も痛いんですけど、なんか痛さの感じが全然違うんですよね、なんか、そこはダイレクトに痛い感じで、痛くて、こっちはなんか鈍い痛みが。鈍い痛みが、なるほど。
ど、確かに凝ってる感じも違いますね。こっちはあの張り方は強くないんですけど、筋張ってて、こっちはこう太く張ってる感じですね。こっちは痛い、めちゃめちゃ痛い感じ。そうなんです。右の方が痛み強いですよね。はい、かしこまりました。鍼灸もいっぱいあるんで、差別化するためにも、まあちょっと肩もみの、ちょっと寄ってパッと帰れる程度。ちょっとしたリラックス、リフレッシュみたいな。そうですね、だからあのカルテ書いたりとか、なんかそういうのが一切なしで、ああなしでさっと寄れるみたいな。さっと寄ってパッと回すんです。はいはいはい、なるほどね。お手軽お気軽みたいな、そんな感じで、はい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 、はい、であの突然始まったんで、あのあんまり宣伝しなかったんですけど、でもなんかぼちぼち今日とか、であのやっぱりみんな、あのこのスペースが謎だっていう不思議なところだと言われていて、気軽にでも寄りやすいかもしれないよね。値段もそうだし、時間も短いとなると。そうですね。であの自分のあの宣伝にもなればいいなと思ってるんで、あの銀座の方に持っていければいいなと思ってました。あとやってれば何かいいことあるだろうなって。ああ、そうですね。まあ、やっぱ動かないより動いた方がいいですからね。何かしらいろいろ。そうですよ。で、あそこのあのオーナーも片海みのご縁で、あの知り合いになれて、こうなったんで。なるほど。ご縁ですね。そうなんですよ。なんかいろいろと。なんかだん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 なんか揺すられてる、なんか鼻がだんだんなんかす血行良くなってるんですかね。もともとちょっと鼻の粘膜が腫れてる方とかは、こううつ伏せでこう血流が良くなると鼻がそうですね、鼻水が垂れてくるとか鼻が詰まるとか出やすいですね。鼻に突っ込んでおいた方がいいですかね。ティッシュ、どうでしょう。一回鼻かみます。あのティッシュ出しましょう。なんか今日腰が反ってるの。あ、反ってます。結構硬いですね、なんかすごく腰。あ、ちょっとさっきまで座ってたからですかね。あ、なるほど。ずっとあの肩の上のあのルームで待って座ってたんで、また寒いですよ、やっぱりずっといると。そうですね、冷え込みますよね、そういうことね。お、なった。これピカイチ気持ちいいですよ。ピカイチ、本当にピカイチ気持ちいい。